はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第156回でございます。で、今回テーマが努力は無駄になるのか、これがメインテーマで、あと何から始めたらいいっていうのと伝えるということ、これがまあサブテーマと、こんな感じで話していきます。で、今ですね、勉強動画をがっつり撮った後にこれを撮ってるんですけど、ちょっとメイン、勉強動画のやつがね、結構 NG を今日出してしまって、撮り直しを何回もしたんでね、喉が超痛いんです、今。だから、むせたりとか、ちょっと咳込んだりするかもしれないんですけど、許してください。申し訳ない。撮るね、順番を間違えた今日。そう、申し訳ない。で、今回はですね、今夏休み中っていうこともあって、相談メールをいつも以上にいただいてるんですね。いただいた方、送っていただいた方、ありがとうございます。目はね、通させていただいてるんですけど、全部返すことができないので、まあ、傾向としてこの話をしたら、ちょっと何かを感じてくれる子がいるかなと思って、今回話します。で、嫌な言い方とか、厳しいことを少し言うと思います。なので、気分を、ね、害してしまったら本当に申し訳ないんですが、自分の思いが何かを、ね、こう、いい方に作用したらいいなと思って話しますけど、なんか伝わったらいいなと思って、今回ね、この話をしていきますので、よろしかったらお付き合いください。で、メインテーマありますね。努力は無駄になるのかっていうとこです。無駄な努力をしたくないとかね。頑張ってもどうせ努力が無駄になっちゃうからとかっていう相談がいろいろあるわけですけど、個人的には、無駄な努力なんてないんじゃないかなっていうか、そう信じているタイプの人間なんですよ、俺はね。で、例えば31歳ですけど、自分で努力ね、いろんな場面でしてきて、当然いつもいつも 100% の努力っていうのはなかなか難しいんです。自分そんなに強くないから、ハートが、だからちょっと手を抜いてしまったりとか、いや結構手を抜いてしまったりとか、そういうこともあったけど、でもそれを含めても、で結果的に、望んだ形にならなかったとしても、頑張ってよかったなって思うことがすごくあるのね。で、やっぱり受験生ね、これから夏休み明けたらもっと、重圧、プレッシャーがかかります、これから。で、特に、志望校に LINE が届いてない子、偏差値とかがね、もう落ちたらどうしようっていう気持ちでいっぱいなんですよ。多分今いっぱいになってる子ってたくさんいると思うんですけど、でそうすると落ちちゃったら意味ないしなみたいな。で、そっから派生して、どうせ私なんてっていう、どうせが出てくるんですよ。どうせ俺頑張ってもさ、みたいな。そう。で、これはね、すごく伝えたいことなんですけど、どうせっていう気持ちを持ちながら頑張るのはやめましょう。それってすごくもったいないことで、受験をさ、マラソンってよく自分例えますけど、長距離マラソンなんですよ。長距離マラソンって言い方おかしいか。マラソンなんですよ。で、俺なんてどうせゴールできないし、私なんて頑張ってもどうせリタイアするし、タイムどうせ悪いしって思いながら、長距離の、ね、まあ、マラソンを走ってる人がいいタイム出ると思いますかっていう感じ。いや絶対出ないでしょ。そう、よりももしかしたら実力的には足りないかもしれない、でも絶対いいタイム出せるって、頑張れる、ゴールできるから、で自分のこと、自分の可能性を信じて、それが心の底では不安かもしれない、たくさん。でも、口では言い聞かせるように言ってる人の方が、やっぱりちゃんとゴールできるし、いいタイムを出せると、俺は思うんですよ。で、それは受験にものすごい当てはまる。不安っていうのはやっぱり募るし、たくさん不安になります。これからもっと不安になるから。受験が近づくと、特に冬休みですね。あれはまあピークかな、あの辺が。どうせって思うんです。で、思うことは悪くないんです、別に。あ、私ネガティブだからまた思っちゃった、こういう風にダメダメ、私もうほんとダメって、どんどんそれはね違うんだよ。で、もともと俺自身もすごいネガティブで、まあ今でもネガティブですけど、結構そういう風に思っちゃうタイプでしたけど、で、そこはやっぱり考え方をコントロールしたりとか、口に出す言葉は思ってないことでも自分を応援する言葉を言ってあげるとか、鏡に映った自分に向かって、大丈夫、私なら頑張れるよって、今日も頑張ろうって言ってあげれるかどうか、心の底から思えなくてもいいんです。口に出して言い聞かせてあげる、そういうことはすごく大事なのね。で、まぁ、ちょっとね、話を戻すと、努力は無駄になるのかで、 100% 頑張ったのか 80%、 50% 分かんないです。手を抜いたっていうのは自分でしか分からないからさ。でも
結果として志望校に合格する、合格しない、落ちてしまう、わからないよ。結果としては受験っていうのはどうしてもね、倍率が1倍を超えたら不合格合格が出てしまうんだから、それが受験だから。でも今まで塾講師の時もそうだし、このね活動を始めていろんなね、メールいただいたりやり取りする中で志望校に受からなかった子もいるけど、その子たちが全部努力を無駄にしてると思わない、そういう感じはしないよね。やっぱ落ちちゃったけど頑張ってよかったですって、その頑張った経験を生かして高校頑張りますみたいな、わかんないよ、心の中ではねすごい泣いてるかもしれない、その時に。うん、でもそうやって口に出せる子っていうのは絶対糧になると思うんだよね、この先生きていく中で。だってまだみんな人生めっちゃ長いんだから、この先まだ10代だもん。だからどうせっていう、そのね、まあ、どうせの魔物ってよく自分言いますけど、それに負けないで頑張ってほしいなってすごく思います。できっとこれね、大人でもそうです、同じっす。俺も思うもん、どうせ頑張ってもって思う時たくさんある。でもやっぱりその、なんだろうな、魔物に心を支配されることだけは、それは譲らないで、いや大丈夫って、俺なら絶対できるからって、言ってやって、俺も頑張ってるんでね、そういう風に、まだ長いからさ、受験までちょっとあるから、やっぱり頑張ってほしいなと思います。はい。そうだね、今さ、リオでオリンピックやってるでしょ。でオリンピック自分見るの、ね、好きなんで、まあ、すごい見てますけど、でこれ興味ない方ごめんね、話取れちゃってるけどさ、オリンピックで例えばメダルが狙えると言われてた方、まあ、そうじゃない方でもいいですけど、出ることでもすごいことじゃないですか、オリンピックって。出場して、じゃあ自分がね思ってる結果が出なかった、出なかった人が全員、うわ4年間ほんと無駄だったわって思うかなっていう、やっぱりそんなことはないと思うんだよね。でもちろん、受験が人生初めての方の方が多いですね。小学校受験、中学校受験してる方もいらっしゃると思いますけど、高校受験が初めての方の方が多いと思うんで、自分もそうでしたけどね。わかんないんだよね、受験が終わった時の気持ちってのはわからないじゃないですか。でもみんなが思ってるほどそんなネガティブな気持ちにはならないよ、終わった時。振り返ったら結果がどうあれ笑えることがたくさんあるから、でそうなってほしいと思ってる俺は。でそうなるためにはやっぱりできる限り 100% で近づけるように、そう、サボりたい、ね、サボろうの気持ちをすぐっとこらえて、奮起して、一個一個頑張っていくっていうのが大事。でも、その頑張っていくっていう中でも、高い目標にしないの。例えば、毎日10時間やんなきゃダメみたいな、私は、みたいな。今まで1時間ぐらいしかしなかった人が、いきなり10時間で無理なんだよ。それを10時間って決めてしまって、ああ、もう7時間しかやってない、もうダメだ、私、またサボってる、みたいな。それは違うの。頑張れてることはちゃんと褒めなきゃダメ。そのバランスはしっかり整えてほしい。難しいことだけど。ね、自分に厳しくしすぎない、優しくしすぎないっていうね、すごく難しいことを言ってるけど、でもやっぱその気持ちの部分で自分を支えてあげるっていう。人に支えてもらえることもたくさん大事だけど、やっぱり自分を支えてあげれる人っていうのは、周りも支えてあげれるから絶対に。すごい抽象的な話をしてしまって申し訳ないんですが、まずはどうせっていう、その魔物にやられないでこれから頑張ってほしいなと思います。で、これちょっと質問に関わることなんですが、何から始めたらいいというね、まあ例えば今1年生2年生、まあ3年生のね方もいますけど、その志望校が決まってですね、かなりあると、そうで、何から始めたらいいですかっていうことがあって、まず大学受験であれば、その受験科目が変わるので、そこをちゃんと調べることですね。まあ当然のことですけど、まあ受験科目を調べると。で、まあ、高校受験だったらね、まあ、私立は3科、公立は5科、ほぼ、まあ、と違うこともありますけど、となるので、まあ、自分の受験科目が決まったら、まずは基礎を固めましょう。基本的には。すごい特殊な大学、特殊な高校、特殊な専門学校っていう場合はね、またその特殊な勉強が必要になると思いますけど、基本的にやっぱり教科書の内容、それが基本的なベースとなって、そっから応用問題をいろいろやっていくことになるのね。過去問やったりとか。で、もちろん大学、高校の勉強科になるとね、範囲は広くなってしまいますけど、例えば数学であっても、まあ物理であってもね、単元ってのは決まってるわけじゃないですか。物理のこのな単元、力とかね、
波とかいろいろあるわけでありますけど、ここが苦手っていうのがあったら、その単元を一個やっていくしかないです。そう。例えば、じゃあ、何がいいかな。サッカーで日本代表になりたいみたいな。言ってきた人がいるとします。例えばね。で、その人聞いてみたら、サッカー一回もやったことないの。ルール知らないみたいな。そう。いや、待て待て。まずルールを覚えておいでとか。ね。蹴り方とか。あるわけじゃんか。こういう風にパスをする基礎があるわけでしょ。まずそういう、勉強も同じで、基礎を固めることがすごく大事。なので、何から始めたらいいって言われたら、自分の苦手単元をまずやるっていうところが大事になります。で、何で勉強したらいいですかっていう、これは任せます、別に。問題集でも、教科書でも、全然学校で配られるワークでも構わないと思います。そう。基礎を固めるっていうものに関しては、これがいいっていう、もうこれがベストだよっていうのは特に自分は思ってはいないので、例えば参考書を選ぶんだったら、書店にね、みんなに行ってもらって、中を見て、自分はこれで頑張りたいなと思うのを見つけてやったらいいんです。そう。ひとまず基礎を固めるっていう。で、高校受験も、もちろんね、どっちもそうですけど、特に大学受験、専門学校ね、の受験っていう場合は、高校の勉強は範囲が大きいです。とても広い。だから、思ったらすぐに行動しましょう。時間はね、ほんとどんどんなくなっていくからね。で、最後、伝えるということです。で、これはですね、何人かいらっしゃったんですけど、こう、学校の先生、塾の先生、あと自分の親御さん、親だね、保護者に、自分の志望校とか夢の思いを伝えらんないと。そう。で、これはね、傾向がありますよ。何と、パターンがちょっとあるんですけど、やっぱり、否定されるのが怖いとか、怖いというか、どうせ、分かってくんないんで、うちの親、みたいな。そう。で、どう言ったら分かってもらえますかっていう相談が結構多かったです。で、これは去年とか一昨年とかもすごいあった相談なのね。で、今までこう話をしていく中で、あとまあ塾講師の時に直接ね、自分の生徒で話をしていく中でも思うことだけど、基本的にその相談をしてくる子、8割ぐらい、8割、9割の方は、まだ一回も相談してないの。相談じゃねえや。伝えてないの、相手に。で、もちろん伝えてから、こう否定されたんですけど、みたいな。相談もあるんですけど、伝えてない方は、まずは伝えましょう。はい。どうせって、ここもどうせになるんですけど、どうせ親、大人は分かってくんねえとかね、現実的なことをね、叩きつけて否定してくるんでしょって思うと思います。で、多いです。そのパターンの方が。保護者、特にお父さんお母さんはそうだね。は、ごめん。否定というか、いやー、って。みたいなね。そう、夢や進路に関してそういうリアクションをする方は多いと思うんですよ。で、擁護するつもりはないんですけど、どうしても、親ってのは自分の子を守りたいというか、安全な道に行かせたいんですよ、できれば。茨の道は、ね、歩かせたくないわけですよ。で、大人はね、こういう失敗例があるっていうのすごい話するじゃないですか。いや、でもそうやったらさ、こうなっちゃうかもしんないよ、みたいな。そう。なんで頑張ろうと思ってるのに否定するのとかさ、ダメになった時の話をするのっていうふうに思うと思うんですよ。自分超思ってたんで。でもね、これね、なんでかっていうと、こう、自分は年齢いってる人の方が素晴らしいとは全く思ってないんです。年齢に関してはそういうことじゃないと思ってるから。例えば20歳と30歳の人と比べて、20歳の人の方が素晴らしいことなんて多々あるから。みんな10代だけどね。学校の先生、30歳、40歳の方より、みんな、15歳、16歳のみんなの方が、もう精神的に大人なことってたくさんあるんだよ。あるんですけど、年を重ねてる方の方が、絶対的に多いものっていうのは、失敗経験なんですよ。失敗した回数っていうのは、基本的に人生を長く生きてる人が多いのね。だから、こういう失敗があるっていうのは思いついちゃうんだよね、大人っていうのは。だからみんながこうしたいって思ったら、って。だってこうなったらどうするのみたいな。で、みんなそこ思ってないんだよね。思ってることもあるかもしんないけど。そう。だからそういうとこで、どうしても否定から入ってしまう。けれど、伝えないと、やっぱりね、そっから何も進まないんだよね。で、否定されてもしょうがない。そう。っていう気持ちでいかなきゃいけない。で、否定されて、それで引き下がっちゃダメだよ。これはね、すごい厳しいことを言ってる風に聞こえるかもしんないし、なんだよこいつって思うかもしんないけど、やっぱり、自分が本気のものって譲れないものっていうのは、うっせえなっていう風に言うんじゃなくて話し合いで。なんだよ、なんで分かってくんねえんだよ。知らねえよ、もう。
ってなるんじゃなくって、じゃあ頑張って説得しようって。熱意っていうのは人を動かすから、絶対に。例えば、ね、先生や大人が、大人とか親御さんがね、もうって、ダメダメって言ってたとしても、これだけ本気なのって。で、こういうこと頑張るからって。いうふうに伝えてったら、変わっていくこともあるの。そう。ただ 100% じゃない。変わらないこともたくさんある。うん。だけど、やっぱり伝えなきゃ、物事は進まないし、で、基本的に、全員じゃない、全員って言いたいところだけど、全員じゃないけど、保護者って、お父さんお母さんってのは子供のこと応援してくれるから、それを表現してくんなくても。うん、だからね、伝えて、ダメになっちゃうこともあるんだけど、うん、でもやっぱり、まずは伝える。本気の思いは伝えなきゃダメだよ。と思います、自分はね。自分はそうやって生きてきたからさ、そう。でもね、高校の時までは伝えられなくって、自分はやっぱり、中学の時とか全く言えなかったの。親に、自分の思いなんて。多分一回も言ったことない。まあ、周りに流されるように、まあ、親とかね、先生が決めたような道にレールを乗ってきて生きてきたけど、それが悪いとは思わない、別に。それを後悔はしてないけどさ。でも、やっぱり高校以降の人生では、随所随所に、本当に親に目をかけたから俺、みたいな。まあ、一番の A は、ね、学芸大行って教員免許取ったのに、学校の先生にならないって決めた時だよね。いや、本当に A だったと思う、親からしたら。公務員になって、学校の先生で公務員になって安定した生活でっていう風に思ったと思うし、そのためにね、大学の高いお金も出してくれたから親は。そう、それに応えられなかったからさ、本当に悪かったなと思う。だからこそ、自分は今の活動とかもそうだけど、親が喜んでくれるって言い方おかしいけど、あの時にお前が学校の先生っていう道を選ばなかったけど、よかったな、頑張ってんじゃんお前って。で、親に思ってもらいたいん、俺は。あの時にすげえ迷惑を受けたから、俺はね。そう。だからそういった思いもあって今頑張ってる。それは一個、頑張る思いとしてあるんだけど、自分も。でも伝えてよかったなと思うよ。あの時に伝えずに学校の先生になってたら、すごい後悔して生きたと思うもん、自分は。そう。だから言って後悔することもあるかもしれないけど、本気の思いは譲らないからさ、やっぱり。そう。というふうには思います。はい。ごめんね。今回すげえなんか、抽象的な話をいっぱいしちゃってて、しかもダラダラね、長くなっちゃったんですけど、なんか、そうですね。自分の経験というか、自分自身もそうだし、ね、いろんな生徒。で、ね、一番最初だった子なんて、生徒なんてもう成人してるからさ、その子たちとたまに会って話したりするけど、やっぱりそういう子たちの思いとかを今ね、ああだったんだよって話をすると、ね、伝えた方がいいし、努力ってのは無駄にならないよなっていう、そういうのなんか伝えたくて、今回ね、この話をさせていただきました。すいません、ほんと長くなっちゃって。では、今回はね、ハイチのダラダラジオ第156回、努力は無駄になるのかというテーマで喋らせていただきました。ほんとにね、ちょっとまとまりない話になってしまいましたが、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回は、夏休みまた後半になるのかな。多分ね、少しだけ伝える業務連絡とかもあるんですけど、また何か、喋っていきますので、もしよかったらね、そちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。